ジャンプボール、トヨタ自動車は28番の白曽花ファトージャ、そして2番の加代理香子、奪い合いドライブ、ここは速攻ジャンプショット三好できるんでしょうか。さあ中に入っていった三好、ターンしてシュート、綺麗に決まりました。弾かれた三好のドライブ、ここも冷静に三好、エブリン空いた、綺麗に決まりました。さあ前から当たるトヨタ自動車、ディフェンス厳しい、ハード、ここは奪いました。三好のゴール下のシュート、彼は長岡も読んでいる。三好に渡って自ら行った、12番のリカコから外へパスが出されました。スリーポイントは外れて三好のリバウンド。スリーポイント。失礼、ツーポイント。スリーポイントでした。出ました。もうまさにバスケットボールの神がついているんじゃないかと思わされるような素晴らしいプレーを今日も見せてくれている。ここはいいパスが入りました。砂川へ、さあスピードを生かすか、ここはターンオーバー、ファールがありました。砂穂選手です。フリースロー、ここまで100%。トヨタ自動車の攻撃、三好のジャンプショット、ここも冷静です。フェイダウェイ、さあ三好自ら行くか、スピードで持っていった、ここも決まりました。これはファウルは取られず、三好のスリー、ディープスリー、ここも決めてきました。自ら行くか、これはスティール、山本がアウトナンバー、中へ入れました。いい合わせ、三好のゴール下のシーン、ここもゴール下で空いたがボールが手につかず、一旦外で山本のスリー、ここも高い。さあ中でマウリンが呼んでいる、いい合わせ、エブリンから三好へ、残り5秒、これも高い壁、三好、これはバックシュート、ファウルを誘いました。久岡選手、そして33番の田中選手が入ってきました。トヨタ自動車は2番の長岡選手、4番の河合選手が入ってきています。三好ターンしてシュート、ここも冷静に決めてきましたが、今日はスリーポイント決まりました。田中陽子選手です。バックカット狙いました。三好のジャンプショット、山本中へパスが渡った、スリーポイント空きました。三好ここはやはり決めました。さあ第3クォーター、残り4分50秒となっているのは三好。三好ドリブルで突破しました。そしてファールを誘いました。ファールはアランマーレ秋田はチームファールは3つです。三好なほ、エブリンから走り込んだ三好へ、ここは13番中島もなみのファールとなりました。選手、大卒のルーキーです。三好選手、1対1を得意としている佐藤千尋です。
ここでファールです。そうです。積極的なプレーを見せています。エブリンから三好、ジャンプショット吸い込まれるように会社が勝利しました。前半は